しかし連日ニュースを見ても暗いニュースばかりだな。税金も上がる一方だし、C 国やロシア、北にパレスチナ、上げ出したらキリがないくらいだぜ。それに最近は何かと物騒よね。日本も治安が悪くなってるっぽいし、あーやだやだ。空気を変えるために別の話題を。え？何の空気かって？そりゃ、原子力潜水艦についてだぜ。今回の話題は原子力潜水艦か、これは気になるわね。ということで今回は原子力潜水艦にまつわる話をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、英国が ABAE に7200億円を投資して、オーカスの新型原潜を開発するというニュースが入ってきたんだ。ふむふむ。日本経済新聞によると英国防省は10月1日、新型原子力潜水艦の設計建造をめぐり、英航空防衛大手の BAE システムズに、39億5000万ポンド約7200億円の資金提供を発表したとのことだ。この新型原潜は米英とオーストラリアの安全保障の枠組みである、オーカスの下で、英航が運用する計画だぜ。出たわねオーカス。なんか最近あまり聞かなかった気がするけど、着々と C 国包囲網を固めてたんだね。その通りで、南シナ海の軍事強化を進める C 国を牽制する狙いがあるようだぜ。なるほどね。みんな大好き潜水艦の話題、やっぱり聞いてるだけでワクワクするわ。そういえば自衛隊も原子力潜水艦を保有するとかしないとか言ってたわよね。確かに、自衛隊は原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、国内外問わず議論の的だな。だが、原子力潜水艦の建造費維持費はかなりのもので、運用するだけでも相当なお金がかかるんだぜ。そもそも記事ではイギリス政府が新型原子力潜水艦の開発のために、BAE システムズ社に資金提供をしたという内容だが、この BAE システムズ社は、潜水艦建造のノウハウを持った巨大企業であり、この話は、オーカスオーストラリアイギリスアメリカの枠組みで開発している原子力潜水艦に絡んだ話でもあるんだぜ。イギリスも新しい原子力潜水艦が欲しいらしいね。では、原子力潜水艦を作るにはどの程度のコストが必要なのだろうかというと、いろいろな資料はあるのだが、攻撃型原子力潜水艦はおおむね8000億円程度の建造費がかかり、維持費に3000億円程度の費用がかかると言われているんだな。?8000 億円かかって建造しても、維持費がまだ3000億円もかかるの？そういうことだ。なお、例えばアメリカの次期戦略原子力潜水艦だが、その建造費は1隻あたり 91.5 億ドル1兆3700億円程度で、維持費に関しては、数字を見つけられなかったが年間3000億円程度は必要だろうと予想されるんだぜ。このようにお高い原子力潜水艦だが、アメリカ海軍は12隻程度は建造する予定としていて、すでに18隻のオハイオ級潜水艦を運用しているのでまあまあ、潜水艦にお金を注ぎ込んでいる状況ではあるんだな。さすがアメリカね、日本とは規模が違うってわけか。国民から集めた税金何に使うつもりなのかな？まさか、これだけ税金上げておいて、パーティー三昧とかじゃないよね？どうだろうな。一応税金を上げているのは防衛費のためという声もあるが、視聴者の皆さんはどうしてこんなに税金が上がっているんだと思いますか？コメントで教えてね。さて、そんな中、オーストラリアは必要とする費用で頭を抱えている状況だ。ふむふむ。で、当然、新たな原子力潜水艦を買おうとしているオーストラリアは、費用を賄うので苦慮しているようで、巨額費用や格のゴミなどで、オーストラリア原潜導入は難題山積らしいんだぜ。課題山積み？ああ、米英とオーストラリア3カ国の安全保障枠組み、オーカスの下で原子力潜水艦を導入する豪州だが、30年間に最大3680億豪ドル約33兆円と見積もられる巨額費用を、どう賄うかや、核のゴミの処分など難題が山積しているんだな。しかも、オーストラリアは日本よりも核エネルギーにアレルギーがあるようで、原子力発電所すら保有していないわけだ。いや、燃料のウランは掘っているんですけどね。とはいえ、原子力潜水艦を運用するとすれば、建造費運用費、そして核廃棄物の処理などのことも考えねばならないんだな。だが、財源の大半は見通しが立っていないわけで、そこで豪政府は原潜配備のため、国内総生産 GDP の 0.15% 分を毎年充当する方針だが、これでは所詮費用全体の4分の1程度に過ぎないんだ。少ねえ、まるで足りないじゃないのよ。21年のオーカス結成の際に破棄したフランスの通常型潜水艦配備計画用に、積み立てた資金を回せるが、それでも費用の1割弱にとどまるわけだぜ。豪政府は、国防装備の他の費目を削ることを視野に入れるが、野党自由党は共食いは許されないと反発。そこで、
祉予算のカットなどが浮上しているんだぜ。いやーどうするのかしらね。予算の方はなかなか確保に苦慮しそうだけど、いくらなんでも福祉予算カットはダメだと思うわ。途中でやめたと言っても、それなりの費用を支払わねばならないだろうしね。また、源泉の核燃料には高濃縮ウランが使われ、退役後に出る、高レベル放射性廃棄物の厳重な管理も迫られるんだな。確か、何年も土地を寝かせなきゃいけないのよね。ああ。天然ウランと同程度の放射線レベルに戻るには12万年かかるというしな。合政府は人里離れた国有地に処分場を設ける方針で、来年にも場所を選定する運びだが、地元との調整が難航する可能性もあるんだぜ。放射性廃棄物については、正直に言うと覚悟を決めて保管する場所を確保するしかないと思うわ。容器ごと保管する方針で長期保存か、砂漠の地下に埋めるくらいが適切なんじゃないかな。まあ、オーストラリアは広大なので、こいつについてはあまり心配する必要はないだろう。で、問題は日本よね。その日本のトップ岸田氏は原子力潜水艦保有に否定的なんだぜ。岸、そんなんだからテクノカット将軍様に舐められるのよ。なお、日本もオーカスに参加して浄化すに、すべきじゃないかという議論があるが、岸田氏は否定的だな。つっかえ、まあ、慎重に検討するのはいいことだけども。日本経済新聞は、6月19日の報道で岸田文雄首相自民党総裁は、19日のフジテレビ番組で、原子力潜水艦の保有に慎重な考えを示した。莫大なコストと多くの開発までの人員が必要となる。その前にやるべきことは、あるのではないかと指摘し、保有の是非を聞かれて答えた、と報道しているぜ。コストがかかるのは前述通りなので、間違っていないと思うわ。日本の運用的には、原子力潜水艦がどうしても欲しいというわけではないということだろうね。だろうな。また、朝日新聞も10月17日に、川崎重工業の神戸工場神戸市中央区で、17日、国内最大級で新型エンジンを採用した、防衛省向けの潜水艦雷鯨、基準排水量約3000トンの命名浸水式があり、関係者ら約1400人が集まった。同社が戦後に建造した潜水艦は、これで計31隻となった。防衛省や同社によると、雷鯨は全長約84メートル、幅約9メートル、高さ約10メートル。乗員は約70人で、建造費は約702億円。艦名は力の象徴の雷と、クジラを組み合わせたという、と報道していて、各社とも日本の防衛に何か言いたいことがあるようだぜ。トップにやる気がないからね、防衛費とか言って。税金増大してるくせに尻込みしてるとか、やっぱり増税目が、おや?戸口を叩く音が。まあ、朝日新聞によれば通常動力型の潜水艦の建造費は、700億円程度で、運用的にも海底に潜んでいてズドンというスタイルだ。ただ、このスタイルは日本の周辺海域を守るだけの話限定で、空母型護衛艦出雲や、加賀を運用していくためには、ぜひともお供に連れて行きたいものだぜ。お供はいるならぬ、お供空母的なね。さらにシーレーン防衛という視野に立てば、原子力動力を有する、潜水艦は必要だろうなという結論になるのはわかるし、原子力を動力とした潜水艦を作るのであれば、建造費や運用費も、通常動力潜水艦よりは高くなるものの、攻撃型原子力潜水艦や、戦略級原子力潜水艦を建造、運用するよりもかなりお安くできるのも事実だぜ。お金がないなら効率よくお得に建造しましょ。そして、日本はそのための技術も以前から保有しているしな。実際に原子力動力を船に積んだ実績はあるしね。あれは事故を起こして大騒ぎになっているぞ。まあ、実際には、放射線が漏れただけで大した問題ではなかったが。そうだったわね。でも核廃棄物に関しては、原子炉を使っているので今更感強いわよ。そうすると、一隻作ってみたらいいんじゃないかな。確かに、運用費を試算して無理がない範囲だと当たりをつけたら建造してみればいいな。空母型護衛艦出雲や加賀に随伴させるのであれば、原子力動力を持たせた方がいいし、VLS を搭載することを検討するのであれば、原子力動力も検討すべきだと思うぜ。とりあえずやってみましょうよ。今みたいに無駄に税金使ってるよりはよっぽどマシだと思うわ。ほんとだな。さて、潜水艦に搭載する原子力動力に魅力は感じるものの、潜水艦のストロングポイントを殺してしまうというデメリットを負うことになるのが、原子力動力なのだが、そのあたりをどう捉えればいいか悩んでいる視聴者の皆さんも多いと思う。そもそも、潜水艦、原子力と通常動力でどう違うのかしら?まずな、これだけ広範囲にわたる守備範囲を持つ海上自衛隊だが、原子力潜水艦は必要ないという声も多いんだ。なぜならば、日本の防衛の基本理念が専守防衛だからだな。
専守防衛を基本理念にしている我が国の海上自衛隊は、自国から、遠く離れた海での潜水艦の運用は考えていないし、海上自衛隊が相手にするのは、我が国に対して侵略してくる脅威だけなんだぜ。そのため、自らが外国に赴いて戦闘するということはないから、というのが保有反対派の意見だな。出ました。やられるまでやり返しちゃいけないみたいな考え方。それはいじめられっ子の考え方でしょ。その通りで、相手が攻めてくるということは、こちらは相手を待ち受けることになるんだ。そこで役に立つのが、海上自衛隊が保有している通常動力潜水艦ではあるんだが、専守防衛の幻想を抱えていた日本は遠の昔に過ぎ去っているんだぜ。今の時代は戦う意志と武器がないと侵略されちゃう時代よね。そうだな。かつては自分から戦いを仕掛けてはいけないという一面もあって、日本には原子力潜水艦は不要という論調が多かったんだぜ。だが、シーレーン防衛の必要性の高まりとともに、インドやオーストラリアと組んでシナの海洋進出を、とどめようとすると、足の短い通常動力潜水艦では不十分ではないか?という懸念が出てきているというわけだな。攻撃型や戦略級の原子力潜水艦は日本に不要という話はあるし、あまり現実的な話ではないわ。でも、日本の周辺海域を守るための通常動力潜水艦の動力を原子力に、置き換えていかないと、C国やロシアの潜水艦には勝てないのよ。その通りだぜ。そこで、日本の海上自衛隊は太平型潜水艦を導入して、そこに一隻を投じたんだ。おお、来たわね太平型。さて、太平型潜水艦はディーゼルエンジンを搭載しているのだが、非待機推進機関としてリチウムイオン蓄電池を搭載して総油型11番艦、12番艦も、搭載している、駆動方式としてディーゼルエレクトリック方式を選んだ潜水艦でもあるんだ。ふむふむ。で、そのディーゼルエレクトリック方式ってなんだっけ?最近の船舶や艦艇に採用されることが多くなった。ディーゼルエレクトリック方式だが、車で例えれば日産が使っているシリーズハイブリッドと同じ考え方だぜ。つまり、ディーゼルエンジンを使って発電し、電力を使ってモーターを回して水力を得る方式ってこと?ご名答だ。わーい、当たったわ。何かくれるの?景品はこのチャンネルの動画見放題券だぜ。なんなのよその肩叩き券並みに意味のない景品は。肩叩き券意味あるだろ。まあ、ディーゼルエレクトリック方式のメリットは、ディーゼルエンジンを、停止した状態でも推進力を得られるので静粛性の高い移動が可能であることと、発電にだけディーゼルエンジンを使っているために、発電に有利な、パワーバンドを使ってエンジンを稼働することができるために、排ガス対策や熱対策、エネルギー消費を抑えることにもつながることだ。ふむふむ。全級の総油型潜水艦では、非待機推進機関としてスターリングエンジンを搭載していたが、推進力としては非力であり、長距離の潜水航行に用いることができなかったんだな。そうなのね。しかし、太平型潜水艦はこの点を改善し、4番艦の雷鯨からは、スノーケル発電システムを用いるべく新開発のディーゼル機関を採用しているんだぜ。なんそれ、すごいの?詳細は明らかにされていないものの、長距離の潜水航行を可能とする、システム構成になっていると推測できるぞ。おお、これはすごそうだわ。また、1番艦太平、2番艦白鯨、3番艦神鯨までは主機関 2V 型12気筒の、川崎重工業製 12V25-25SD 型ディーゼル機関2機を採用してきたが、4番艦雷鯨からは、大型化したエンジンと関連装置を有する高出力の新型の、川崎 12V25-31 型ディーゼル機関を初めて搭載しているんだぜ。これは、発電効率を強化した新しいスノーケル給排機関システムに対応した、新型ディーゼルエンジンが、いよいよ太平型4番艦から導入されたことを意味しているんだぜ。こういった構成の潜水艦は日本以外では効かないわよね。その通りで、他国では採用されておらず、日本の潜水艦関連技術の得意さがよくわかるな。そして、リチウムイオン電池を搭載する構成とすることで、遠洋に、潜水航行が可能になったと言われているのもすごいところだぜ。なるほどね、でもここまで進化したら低待機に入っちゃいそうだけど。いや、おそらくはトヨタ自動車が全力を傾けて開発している全固体電池が登場することで、太平型潜水艦のあり方は大きく変わる可能性があるんだ。なんとな、現状でも1週間程度は潜水航行可能だとされているが、これが3ヶ月程度に伸びるのではないかとされているんだぜ。ちょ、3倍とか海王剣かよ。そして、高速で潜航航行が可能となり、安全性も高まるんだぜ。確かに、リチウムイオン電池はどうしても発火リスクを考慮する必要があるものね。キムチとか C 国のタブレットなんてしょっちゅう火災を起こしてるし、最近ニュースでもあったしな。まあ、そうすると、
原子力推進機関の開発に力を割くより、全固体電池の利用を前提に考えた方がいいのかもしれないというわけだぜ。何しろ、電池に溜めた電力だけで動けるのであれば、静粛性の高い状態での移動が可能となるという意味で、常に駆動し続けなければならない原子力機関を維持管理するよりもよほど低コストに運用できるからだ。使用が明らかにされていない、できてもいない商品について、あれやこれや言うのは無粋だと思うけれどもね。そんなわけで、ちょっと期待の持てる技術が出てきているのは事実なんだが、依然として、原子力潜水艦のアドバンテージ長距離潜航と高速航行の性能はあるわけだぜ。だからこそ、その建造と運用についての議論はもう少し現実的なものとして、考えるべきじゃないのかな、というのが今回のお話の核なんだな。そういうことだったのね。日本は、原子炉としての利用する SMR の開発に力を入れると表明しているので、潜水艦にも、使えるんじゃないのかな？という疑問を持ったことが、この話の発端でもあるしな。岸氏には全力で防衛力を高めて、現実的に使える潜水艦を保有するために、万全を尽くして、仮想敵国を注視していってほしいわ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。